こんにちは、ギタリストの副島です。そして、23歳、ギタリスト山田元気です。ジャーズ。何それ何すかそれあの、決め台詞みたいにしてるちょっと今びっくりしました本当急に声を荒げるそう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 いう感じの人だったんだ、うん、みたいないつもやらせてもらって。あ、そうなんですね、はい、ちょっと勉強不足でしたすいません。山田元気さんといえば、はい、なんといっても僕のチャンネルをご覧いただいている方であれば、おしゃれペンテ選手権とかそういったところで、まあ、1回見たことあるかなっていうところも人多いと思うんですけれども、今回念願かなって、ついにこのセッションという形でお呼びすることがまあできましたといったところです。やっぱりおしゃれペンテ選手権やっていると、はい、まあ、なんか僕がその好みで何百人という方の中から選ばせていただくんですけど、明らかにそのもう僕と同じかそれ以上というか、その僕が違 う、 もうミュージシャンとして完成してる人っていうのはたくさんいるんですよ、うん、でもその中の一人でだからなんかこうだんだ ん、 なんかもう山田元気さんを僕がなんか審査するのってなんかもう変だなみたいな。いやいや、もうずっと審査してくださいでそれをマジで思うようになって、はい、そんな思いからさすがにもう何連ちゃんもやってて、今後もずっとグランプリになっちゃうんで、ちょっと殿堂入りということにさせていただいて、なんかそのお礼として今回この場をちょっと設けさせていただいて、はるばる今静岡までお越しいただいたと。はい、もう新幹線に乗って、ね、やってまいりました、ね、というわけで今日は元気さんにいろいろとですね、ギターのルーツのことはもちろん、まあ、そのペンタトニックの、ね、気をつけてることとかそういったところも聞いていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ次は、ギターを始めたきっかけみたいなところを聞いていきたいんですけど、はい、それどんな感じなんですか？ギターはもともと父がプロを目指していて、うん、で、まあ、ギターをやめることになったんですけど、うん、で、まあ、僕が、1998年に生まれまして、うん、でそれで父が僕の指を見て、うん、なんだこれだと生まれた時にね驚愕しましてで先天性四肢障害っていう障害を持ってもらったんですけど、うん、で父がこの指を見て何か生きていく上で武器にならないかなっていうことで、うん、父が一生懸命ギターをやってたものを僕に教えてくれたことがきっかけですね。それが小学校1年生の時かな。はい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 、はいはい、そこからもうずっとギター弾いてるっていう。それ何回かやめてます、ね、ああそうなんですね、うん、はい、まあ、そういう感じでギター弾くとやめますよね1回ぐらいは。そうですね、すごい長いそこには経緯があるんですけどまあでも今こう楽しく弾けてるので幸せかなと思ってます。はい、そんな中でそのおしゃれペンタ選手権で、はい、第2回から出していただいてるような気がするんですけど、はい、どういうきっかけで出していただいたんですか最初って。第1回も出たかったんですけど、うんうん、その時はちょっとツイッターを、うん、多分やってなかったのか見てなかったのかでできなくて、うんうん、2回目の時は何だったかな、なんかフォローしてる方がリツイートしてたのを見て、なんだこれ面白そうっていう、 もうおしゃれペンタってすごい単語じゃないですかそうそうそう、キラキラしてるワードだったのでもうすぐ飛びついて、もう真夏 の、 エアコンガンガン効いてる夏のね、はい、もう汗だくになりながらやってました。うん、はい、おしゃれペンタの演奏って、はい、まあ、毎回結構、はい、元気さんについて良くて、はい、まあ、だから当然グランプリなんですけど、はい、僕の生徒さんでも結構コピーされる方とかも多い中で、はい、結構どのぐらい作り込んであげるんですか？あ、でもその時はそんな作り込まずに、うん、多分なんだろうな、1日か2日で、うんうん、あ、こっちで行ってって言って組み合わせて、はいみたいな感じだったので。あ、なるほど。アドリブでなんか弾いて、あ、アドリブのところもあったりとか、ラフスケッチみたいなのが。あ、そうですそうです、アドリブしながら、うんうん、あ、このフレーズいいなと思いながら、うんうん、じゃあここは決めといて、あとはアドリブ入れてみようとかっていう意識ではやってます。そう、なんか演奏見てると、はい、全部がアドリブではないんだろうなって思いつつも、はい、絶対掴む部分があるじゃないですか、 なんか、はい、展開とか、はい、あとメロディーライクなものの要素が必ず入ってるから、はい、なんかそこはどういう風に作ってるのかなってちょっと疑問だったんで今聞きました、ね、もうなんか直感でずっと作ってます。あ、このフレーズに、あ、この進行に、あ、このフレーズ入れてみたいなとか、うん、あ、これかっこいいんじゃないかなっていうのをやってます。ジャズとかも結構ガッツリやってるんですか？そうですね、今ずっとコードトーンの練習をやってます。さっきもそういうプレイいっぱい出てきましたもんね、はい、セッションもね。バレました。いや、もうめちゃくちゃコードトーンだなみたいなだからその実際にこうやってセッションしてみると、はい、逆にペンタ率低いみたいな。あ、そうかもしれないですね。もちろんペンタはあるんですよ、はい、真ん中にあるんだけど、はい、
例えばそのさっきの、はい、セッションはその F メジャーセブンスから始まったとした時に、はい、割とこの F メジャーセブンスに対してコードトーンでアプローチするっていう瞬間も多かったですよね、はい、そうですね、コードから始まりました、ね、みたいな、はい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 、なんかそういうのも結構見て取れたというか、で僕とかだったらどっちかっていうと、はい、このまあ F メジャーセブンスは意識しながらも、まあ、ペンタで、副島さんのそれかっこいいんですよ、ね、もう知ってもらいたい、めちゃ普通のペンタだでもこういうのもいけるじゃないですか、例えば、はい、あ、そうですね、こういう系の方が多いというか、そうですね、多いですね、いいなぁ、そういうの結構じゃ最近というかここ数年は結構ジャズに傾倒してる部分も多い、そうですね、もともとはもうロックとか、うん、あのブルース大好きだったんでやってたんですけど、でも今度ジャズをやっていくとどんどんそっちが忘れていくっていうか、やっぱこう合わないなってなってきちゃうんですよ、で今こういうスタイルになってきて、なるほどなるほど、はい、結構唯一無二ですよ、なんか最近 の、 その SNS とかで発見するギタリストの中では、はい、結構そのトラディショナルなジャズの良さ強い人だなと思ったんですよ、だからそのオクターブ奏法もそうだしコードトーンで聴かせるっていうか、はい、メロディーの土台になるのがコードトーン、うん、でももちろんちゃんとペンタもある、はい、そのバランス感が人によって結構違うっていうのが最近のこうギターヒーロー像というか、あ、なるほど、確かにそうですね、うん、あ、なるほど、なんかもうここまで来ると聞いたことないサウンドで埋め尽くされてる人ってあんまりいなくて、はい、うん、これはこの要素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 のその配合具合が新しいみたいな、うん、もう出尽くしてますもんね、そうそう、だからそのこの組み合わせ方が全然違ったものに聞こえる、はい、まあ、その最たる例がそのネオソルギターだったりもすると思うんですけど、はい、だからね、山田元気さんは唯一無二の世界観を持ってるっていうふうに僕いつも思ってて、で音もね、なんかマジで独特でいつもは、その今日思ったんですけど、はい、元気さんのコンプレッサー使われてるんですよ、ね、あ、そうなんです、はい、でそのコンプがどうやらその元気サウンドの結構要になってるっていうね、はい、そこちょっとあの解説してほしいんですけど、はい、こう弾いてる時に、こう弾いてる時に僕ピックじゃなくて指なんでアクセントが強いんですよ、で必ずこういう音が出ちゃうので、これをコンプなしでやると、音ちっちゃく、ちょっとパキッと、かなりこう波が、そうなんです、はい、強いとこと弱いとこの波があるけど、それをなくすためにコンプレッサーを踏んで、おまろやかにするというか、うもっと張りのある艶がポーンって出るみたいな、なるほど、音はしてます、はい、なんか本質的なコンプの書き方ですね、あ、そうなんです、なんかちゃんと、いやコンプって僕思うんですけど、はい、なんか結構コンプは悩みがあって初めて使えばいいと思ってるんですよね、はい、なんかとりあえずよくわかんないけど、はい、コンプをあのポチッと押したら張りが出るぜっていう風に使ってる人多いんだけど、はい、この人の場合はそのアタックがその指だと強い、はい、でそこのそれをこう聞きやすく整えたいっていうところで使ってるから、はい、なんか使い方として正しいと思ってます、なんか要はそのなんかミキシングのコンプの概念に近いというか、ああそうかもしれない、ね、はい、削るようには使ってますね、はい、足し算的というかは引き算的 で、はい、で結局そのこうでっかい波形がこうギュギュってなることによって全体が太くなるみたいな、あ、はい、踏んだ時の音を聞いて、あ、これが元気さんの音なんだなっていうのを思ったんですよね、はい、コンプ大事なんだなみたいな、あと結構僕リズム多く対応してて、とかとかのノリが、これすごいいいんですよ、コンプつけると、確かに、はい、オンオフで聴いてみていいですか、あ、はい、オフでそのリズム系のプレイやる、これコンプがオンですね、はい、でこれコンプなしだと、もっとなんか、なんだろう、グルーヴ感が出るというか、ボワーってこう出ていく、はい、そうですね、そうか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 、そういう風に使ってます、なんか本当に引き算してるです、ね、そうかもしれないです、今コンプオフにした方が音がでかくなりました、ね、はい、おーって、ね、なるほどね、ローとかもめっちゃ 出ちゃいますよね、やっぱね、指で弾くとね、あ、そう、僕結構ひあの普通の指の方より骨格が太いらしくて、でもっと余計なんか太い音が出るので、だからもっと削ってたりとかっていう必要が長年の研究の結果解明しました、オクターブ奏法とかするときも結構コンプは重要ですか、はい、そうですね、あの
キレが大切なので、うん、とかっていうのをやっぱりやると、うん、コンプのキレがすごい大切になってきたりはしてます、うんうん、元気さんトーンで、ね、要だったなみたいなアンプを今日ヤマハの THR を使ってもらってて、はい、それいつもおしゃれペンさんの時に使っていて、ね、だからアンプ大丈夫かなと思ったんだけど、そのあ意外とペダル持ってきてるってできる直だと思ってたんで、ずっとあ、はい、そこにはコンプがあったんだっていう秘密が今日分かって、はい、結構ねすっきりしたというか、あのなるほどみたいなすっきりしたでもマジで最近見たコンプの使い方の中でも、はい、なんか一番なんか好きなコンプの使い方、一番好きなコンプの使い方、一好きいただきました、はい、これはねマジであのそれこそピックで弾く時の参考にもなると思うんですよね、はい、このコンプのかけ方は、なのでちょっとこの TC のコンプですか、はい、そうです、ね、グラビティってやつです。へー、なんか知らない。 TC のエフェクターってあんま深掘りしたことないから、うん、あんま知らないですけど、なんかアレンハイゼとか結構 TC の、うん、あのなんだっけリバーブとか使ってるんで、そこからちょっと探ってみて。へー、そうなんですね、はい、ありがとうございます。こちらこそです。はい、というわけで、今日はセッションさせていただいて、元気さんの、まあ、ルーツ、簡単にではあったんですけど、ルーツからの音作り、そしてフレージング、おしゃペンのこととかもいろいろ聞けました。で、最初のセッションはね、僕としてはめちゃくちゃ良くて、結構お気に入りのテイクだったかなみたいな思ってて、なんかぜひあのこういうセッション憧れるって方もね、この動画見て何か生まれたらいいなとか思っております。ぜひ何度も皆さん見てください。で、元気さんの、はい、あの簡単に皆さんになんか紹介したい活動とか、あと、はい、その SNS とか、はい、そういったのも、まあ、告知みたいなことをやっていただけたら思うんですけど、はい、そうですね、やっぱあの僕こういう SNS には結構ギターだけの動画を上げてることが多いんですけど、うんうん、自分で弾き語りとかあのルーパー使って、ソロを取りながら、うん、あの歌ったりとかするライブを、柏とか、下北沢とかでやってるので、うんうん、あのなんだろう、ツイッターでも告知しますので、見てください。あ、ライブですね、はい、確かにぜひ生で聴いてほしいですね、これね、はい、今年から YouTube も始めるので、うん、どうしようかな、3月中には始めると思うので、はい、見ていただければと思います。楽しみですね、はい、それこそこういう時に自分のチャンネルあるといいですからね。いや本当にそうですね、うん、どんどん増えていくんで、そういう風にしていくとね。はい、というわけで、はい、最近それこそ西尾さんのチャンネルとかにもね出られていて、結構この露出増えてくるんじゃないかなと元気さん思っていますので、皆さんこれからもこの山田元気さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでここまで動画をご覧になっていただいてありがとうございます。この後さらに元気さんとちょっと深掘りしたトークをですね、するので、そちらはラジオチャンネルの方にアップしたいと思います。続きが気になる方はぜひ見てください。また僕のチャンネルではこのようにねゲストを迎えたセッションとかね、今後もどんどんやっていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録してください。でこういう風なセッションに憧れる、俺もやってみたいっていう方は、僕が一からですねギター教えますので、ソウルギターラボというオンラインスクール、こちら入校をご検討ください。詳細は概要欄にありまして、7日間の無料体験実習です。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕のオンラインギタースクール、ソウルギターラボがオープンすることになりました。副島俊樹からの直接指導と完全個別のカリキュラムで、1年で確実にネオソウルギターが弾けるようになるオンラインギタースクールです。豊富なレッスン、発表の機会、あなた専属のコーチ、共に高め合っていく仲間、ギター上達に必要な全てがここにあります。現在7日間の無料トライアル実施中です。ソウルギターラボであなたを待ってます。